こんにちは、鈴木です。本日はメルカリ質問です。カメラを値下げしても売れません。値下げのコツがダメなのか、リサーチがダメなのか、解決方法を教えてくださいというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、この動画ではですね、視聴者様から質問ありましたら、ぜひね、解決をですね、説明させていただきます。はい、こちらですね、まずですね、1番ですね、商品の写真なんですけど、これですね、ただ単に撮るわけじゃないんですね。で、売れてる方の写真をですね、写真撮影の方をですね、ほとんど 100% 真似てください。はい。そうすればですね、売れる確率は上がります。はい。ぜひね、こちらの方を守っていただければいいかと思います。はい。で、2番なんですけど、売れる商品のリサーチですね。これはですね、売れる商品をとにかく調べるしかないんですよね。で、売れない商品っていうのはあるんですけど、売れるか売れないかの基準の判断なんですけど、自分で売るしかないです、最後は。それと、儲かってる人とにかくですね、マークしてください。はい。で、同じ商品を出してる方はですね、100% 売れますので、同じ商品をね、売れてる方でも多少、ね、安く出していただければ、売れる確率上がります。ぜひ試してみてください。はい。で、3番ですね、この値下げのタイミングですね。これはですね、メルカリ仲間等はですね、例えば、週末セールとかね、週末セールで、1000円下げるとかね、そういったのを試していただければ、売れる確率は上がります。で、特にメルカリですね、メルカリで週末セールかなりですね、威力を発揮しますので、ぜひね、試していただければいいかと思いますね。あとはですね、購入質問から値下げ額っていう、要はあれですね、購入したいから方が質問来ますよね。その時に値下げをどれだけできるかって話になってきます。はい。なので、ぜひね、こういったところをですね、守っていただければ、商品がね、早く売れる確率上がります。ぜひ試していただければと思います。はい。で、4番ですね、この悪い評価。これなんですよね。これがですね、悪い評価が多いとやっぱり、ね、売れにくいかと思うんですよね。で、極力ですね、やっぱり良い評価をたくさんで、ね、悪い評価をもらわないってことをね、行っていただければですね、売れる確率上がりますので、ぜひね、試していただければいいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきます。30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼントします。ニックネームかスタンプをお願いします。あと、YouTube か質問じゃ受け付けてません。LINE 登録によろしくお願いします。本日は最後にいただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。